ヤクシマザルは、ヤクシマに固有の日本ザルの亜種。ヤクザルとも呼ばれる。体長45から60センチメートル、尾長5から10センチメートル、体重6から13キログラム。日本の本州から四国、九州にかけて生息する元亜種、本土ルと比べると、小型でずんぐりしており、手足が黒く、体毛は、やや長く太くまばらで、灰色を帯びる。 幼獣の毛色はさらに黒っぽい。オスの生態は頭の毛が中央から左右に分かれ、桃荒れと呼ばれる。メスは2年に一度3月から5月に1頭の子供を産む。1つの群れの頭数は50頭以下。ホンドザルとヤクシマザルの遺伝的距離はホンドザルの地域変異の10倍以上あるとされる。ヤクシマのヤクシマザル個体群は日本ザルの分布の難限にあたる。 頭数は1999年の調査で9504から18890頭の間とされている。かつて、薬島では、猿の生息地での伐採や、新葉樹の植林が行われたことにより、紅葉樹が減少し、猿の餌が不足するようになった。さらに、山での仕事がなくなり、人が山に入らなくなったことによって、猿の人に対する警戒感が薄れ、 また、かつてのように犬が放し飼いにされることがなくなったことなどもあって、猿が人里へ降りてきて、縁飼いが起こるようになった。島の名産であるポンカンやタンカンなどへの食害があり、これを防ぐために、例年400から500頭の薬ザルが捕獲、駆除されてきた。現在、現地では農園の周りに電気柵を張るなどして、人間と猿とが住み分けを行うことによる共生を、 目指している。環境省によるレッドリストでは、1991年版では、希少種、1998年版では、純絶滅器具に評価されたが、最新の2007年版では、個体数の増加を理由に、ランク外とされた。1950年代までは、薬島の隣の種ヶ島にも、日本ザルが生息していたが、その後絶滅した。これが、 ホンドザルとヤクシマザルのいずれに属するものであったかは明らかになっていない。ありがとうございます。